今から髪の毛を切りに行きたいと思います。もう耐えられない、この長さ。これですよ。3月の末から始まったね、このハワイのコロナ禍。まあ、初めはすぐに終わると思ったんでね、まあひげにしろ髪の毛にしろ仕事が始まったら切ろうかなと思ってたら、なんともう12月ですよ。まさかこんなにね長引くとは。今日はこんなに青空です。モダンホテルの角にあったねクレイジーシャツがなくなっちゃいました。もういろんなとこがなくなっちゃいますよね。普段ならこの入り替えホテル、この時間でもね観光客がバスを待ってたり、この車寄せのところには結構人がいるんですけど、やっぱり誰もいません。ただこの入り替えホテルはコンドミニアムをやってるので、もちろん住んでる人がいるんでね、しめずに活動はしてますけど観光客はゼロです。入り替えホテルに来てね、双方さんができてからずっとここに来てます。おはようございます。おはようございます。なんか勝手に動く。僕をフォローして。すごーい。すごいですね。もう始まってる。あと切るから行くじゃない。あ、そうだ。こんな感じで。よろしくお願いします。はい、カットでてみてね。ミオです。ミオさん。はい、よろしくお願いします。カットで。どうしますか。あの最後に来た日にち計算で適当に切って。2月だったかな。そうか、2月頃に来てる。そうです、うん、2月だと思ったら、そのじゃあ2、3、4、5、6、7、8、9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 、
カットで、うん、ただいつも昔のサーファーじゃんけどこういう感じに流れるようにしてくれれば、うん、わかります。はい、結構 YouTube 見てるとね、他の YouTube さんも知りますよ。面白い。面白いです。見ながら自分探しやってますよ。俺もここ行ったんだけど、いつだろうって。ブラックフライデーなんかもうね、1日限定じゃないですか。どこ見に行ったんですか？どこですか？アラモアナとか。そう、アラモアナ。人やっぱすごかったです。いや、そうでもないです。そんなに例年に比べると全然少ないです。フードぐらいの熱もわかんないね。どうも。本当はね、こんな長引くはずなかったんだけどね、コロナのせいでこんなになっちゃって、ひげも伸びたいだけ伸ばしちゃったし、髪の毛も伸ばしちゃったし、まあ髪の毛はね、長いの好きだからね、また長くすると思うけど、ひげはもうないな。なんでね、今ね、もう髪の毛も違う、頭もね、軽くなって、もともと中がないから、脳みそないから軽いんだけど、頭の中身も髪の毛も軽くなってすっきりしました。初めての京都の抹茶ビールです。こんなんです、食レポじゃないけどね、ドリンクレポ。味はね、ビールなんだけど、後からね、抹茶飴のような香りが入ってくる。肌の奥の方から抹茶の香りがします。イメージで言うと、抹茶飴を食べ終わって、抹茶飴だけど甘くない、食べ終わった後にほんのり抹茶の香りが入ってる。初めてで美味しいです。ただね、何杯も続けて飲むようなビールではないですね。美味しいですよ。